ヤクモ編2はチャプター1。翌朝、初夏の日差しの中、ヤクモは品搬用の機材を積んだワゴン車を山陰道を西へと走らせていた。助手席にはアシスタントの曲がり、後部座席にはカメラマンのかなでといういつものメンバーである。はい。はい。ええ、そうです。先日問い合わせさせていただいたヤグモ映像の。ヤグモ？ヤグモ映像じゃないのか、呼び方は。はあ。時間は。はい。ではその時刻に八坂神社で。はい。よろしくお願いいたします。ちょっと服部くんみたいなの映ってんよ。どうだった？津和野町日本遺産センターの紹介で郷土史研究家の倉持健三郎さんという方がガイド役引き受けてくれるそうっす。2時半に八坂神社で合流しましょうと。ああ、もう一回言ってくれ。2時半か。だったら、あら、はっしゃ。あら、はっしゃ。何やってんすか、本当にもう。よりによってこの時期に。呆れ顔で曲がりが差し出すポケットティッシュを受け取りながら、軽い鼻声でヤクモが続ける。2時半だったら、星合祭が八坂神社でスタートするのが3時ってことらしいから、ちょうどいいな。例の天方さんは正午だっけ？そうっすね、津和野駅に正午ちょうどになってます。それじゃあ彼女を拾ってから昼飯と散策、それから八坂神社だ。で、はっきゃ。何、何かの伏線？ああ、もう夏風邪ひいてるじゃないっすか。この季節とはいえクーラー効かせたままソファーで寝るからっすよ。ねえ、すまん。大事な品判だってのにアホですか、あんたは。だいたい自覚が足りないんすよ、いつもいつも。まだまだ終わりそうもない曲がりのお説教を聞かされながら、ヤクモはハンドルを握る。もともと島根はドライバーのマナーがよく、山陰道でも不必要にスピードを出す車はほとんど見られない。ヤクモも前方との車間距離をゆったりと取りながら、流れに任せてワゴン車を走らせていくのだった。その流れいる？ドライバーの民度の良さみたいな。八坂神社の境内を歩く。星合祭の準備のためか、すでに境内の中は新しい雰囲気を漂わせていた。まだ時間あるのにもう準備で忙しそうっすね。ま、ここが星合祭のスタート地点だからな、それなりの準備がいるんだろう。ん、ちょっと自分上がってきました。俺もだ、本番を見るのが楽しみだな。二人は後ほど取材することになる星合祭への期待に胸を膨らませながら境内を後にするのだった。駅だったか。いよいよかな。時間は0時10分前、約束の時間にちょうどいいタイミングだ。見ればさほど大きくもない駅舎の周辺にあちこちに旅行者らしいグループがたむろしていた。人がいるんすね。無人に見えるが。星合祭を見に来た観光客だろう。それにあと1時間ほどで SL 山口号が到着するしな。それ目当ての人も多そうだ。鉄オタか。なるほど。それで例の天方人葉さんは。の。ドド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 。ヤクモと曲がりはすでに高くなった日差しを片手で避けながら周囲を見回す。見えに見えるけど、見えに見える。予想外の人手でその混雑の中から探すのは手間かと思われたが、予想に反して彼女はすぐに見つかった。あの子だな、写真で見た顔と同じだ。しかしさすがはまだ無名とはいえ女優さんだな。うぞうむぞうの中で輝いてやがるぜ。
ヤクモは一人うなずきながら駅舎の横にポツンと立っている雨形へと軽く手を挙げて近づく。そんなヤクモに気づいた彼女はかすかに心細そうにしていた表情をパッと輝かせた。ヤグモ、マックス監督？これメガネ外したミエじゃないの？ヤグモです。それと、ヘキてかヤクモじゃなくてヤグモだったわ。失礼。それと、こっちは同行する助手のマガリとカメラマンのカナデです。雨方ひと葉です。シナハン、同行させていただきますのでよろしくお願いしますね。口々に挨拶を交わすマガリとカナデ。それに応えるひと葉の様子を見てヤグモは一人思い巡らす。いい笑顔だな。こちらも営業向けの作り笑顔ならいくらでも見てきたが、そういうこびたり卑屈だったりする印象のない内面から自然に湧き出てきたような自然な笑顔だ。半ば消去法で選んだところもあるけど、こりゃ大当たりかもな。やったぜ。そういえばシナハンへの同行も君からの希望だと聞いてるけど、撮影まだ先なのにこんなに早く前乗りしてまで舞台の空気をつかもうなんて熱心なんだな。感心したよ。それはせっかくもらった初めての主演ですから、絶対にいい結果残したくて、今までやってきたお芝居の勉強全部ここで活かしたいんです。そっか、そう言ってもらえるとこちらもとても頼もしいよ。ありがとうございます。それにお、ちょっとマガリの格好、お前笑われてるぞ。いたずらっぽい笑みを見せる彼女に少し戸惑うヤグモ。そんな彼に向けて彼女はまるで大切な内緒話でもするように声を潜めて続けた。実は先週から私こちらに来てあちこち巡ってたんですよ。だから監督たちとも初対面じゃないんです。ああ、やっぱりな。あの途中で会った子ね。初対面じゃない？1話で。どこかで会ってたっけ？ほら、何日か前に与物平坂で。そうそう。ヤグモとマガリ、二人の口から同時に驚きの声が上がる。あの時の観光客ってひとはちゃんだったんだ。はい、あの時はなんだかびっくりさせちゃったみたいでごめんなさい。いやいや、気にしないでくれ。あの時は、そう、俺は冷静だったんだが、このマガリのやつがね、幽霊と間違えて騒いじまったんだ。ほんとうるさくすっからさ。ファッ！はぁ？と言いたげな顔をしてヤグモへと振り返るマガリ。そんな彼女を無視してヤグモは続ける。まったく、このマガリは慌て者だし臆病でね。あの時も俺が落ち着かせようとしても聞かなくてね。いらまったく、こういう慌て者のアシスタントを持つと苦労するよ。イライラ。ひと葉の前だからだろう、ここでは何も反論せずに黙っているマガリ。後ほど人目がなくなった時、彼女による凄惨な制裁が待っているとも知らず、ヤグモは上機嫌でひと葉と話し続けるのだった。凄惨な制裁。しかし与物平坂で会ったの1週間くらい前だったと思うけど、ずっとこっちに滞在してたの？ええ、まあ早めに来てあちこち回ってみたかったですし、それに。それに？無名であんまりお仕事なくて暇ですから。かわいい。まあ俺も無名でそんなに仕事あるわけじゃないからな。今回のドラマをきっかけにお互い跳ねるよ、頑張ろう。ええ、頑張ります。いい感じだで。マガリとヒトハは互いの服や身につけている小物のことですでに軽く盛り上がっている。その様子はとても今さっき会って会ったばかりだとは思えないほどだ。この年頃の娘のコミュ力はすごいな。というよりマガリがそういうの得意なだけか。じゃあ、あの後ろの後ろのアンちゃんについては。さて、
それじゃあそろそろ。これからどうするんですか？八坂神社で約束してる2時半までにはまだ間があるからな。それまでいくつか近場でめぼしいところ見学しておこう。それと昼飯も食っておきたいとこだが。ご一緒する？ヤグモの視線を受けてスマホを取り出したマガリがすぐに答える。バッチリ良さげなお店ピックアップしてあるっす。やりますね。オッケー。それとひとはちゃん、品班の間は基本カメラ回してるけどいいかな？取材もそうだけど、後々メイキング映像としても使いたいから。構いませんよ。でもメイクや髪型、油断した姿が映っちゃないように気をつけなきゃですね。まあまずいとこは後でカットするから。まずいとこ。それじゃ行こうか。はい。一行は津和野駅前に車を止めたまま徒歩で津和野中心部へと向かうのだった。いっぱい増えたな。日本遺産センター、順々に行きましょうか。吉永米店。おお、ひとちゃん見て、めっちゃ鯉だらけ。どこ見てるの？でかっ。もっと遠くの方見てない君たち。わあ、話には聞いてたけど本当に鯉がたくさんいるんですね。マガリとアマガタは池を泳ぐ立派な錦鯉たちに歓声を上げてはしゃいでいる。ここ吉永米店は鯉のお米屋さんとして知られ、いつでも無料で鯉のいる池を見学することができるのだ。この地はいい湧き水が出るんですよ。だからこうして池を庭に作って鯉を飼う家がかつてはたくさんあったんです。モデルいるのかな。もともとは水路に湧く防フラ対策のためだったそうですね。なるほど、なるほど。しかし今となってはここまで立派な鯉がこれだけ泳いでいる家はそうないのでしょう。そうですね。うちがあたりで一番と自負しております。実際にこの池を見ればまさにその言葉通りだろうと納得できる。ヤグモはご主人の言葉に大きくうなずいて見せながら鯉に餌をやってはしゃぐ二人を見守るのだった。美濃屋。食うね。めっちゃ食ってるやん。うまそう。津和野駅近く美濃屋で昼食をとる。この時ばかりはカメラマンの奏も最初に数分回しただけでカメラを置いていた。いい風が入ってくるな。本当、オープンテラスみたいで気持ちいいですね。それにこの定食とっても美味しいです。それ吹き飯定食ってやつだっけ？吹き飯定食。俺は肉が入ってないと食べた気がしないから親子丼だけど。わかる。そっちもありだったかな。ほんとこっちも美味しいっすよ。それにカロリー気になる自分ら女子にはこういうの嬉しいっす。ひとはちゃんなんか仕事柄特にそうっしょ。まあお芝居って体力使うからそれなりに食べるけど、やっぱりバランスは気をつけないとですね。うん、言いながらセットについてきた団子まで綺麗に平らげる二人。その様子にそろそろ会計をと、ヤグモが財布を取り出しかけたその時である。監督、今回の品班のアゴ足って全部監督持ちっすよね。え？ん？まあそりゃそうだろう。品班で女優さんに財布出させるわけにもいかないし。まあ確かに。じゃあもうちょい追加いいっすかね。なんでそうなるの？追加？お店入るとき看板にあった栗ぜんざい食べてみたいってひとはちゃんと話してたんすよ。カロリーの話どこ行った？えっと言いかけたヤグモナが少し恥ずかしそうにこちらを見つめているひとはの顔を見ると何も言えなくなってしまう。わかる。すいません、わがまま言って。いやいや別にそのくらい遠慮することないよ。しょうがねえな。当地の食事を経験しておくのも役作りには大切だからな。遠慮せずバンバン言ってくれ。やったー。じゃあひとはちゃん。はい。
白玉入り栗ぜんざいとよもぎ餅セット。増えてる増えてる。それとかき氷もいっちゃおっか。あ、それも気になってましたけど、いいんですか監督？平気平気、どんどん言ってくれ。よっしゃ、かなでさんと監督もどうすか？喋った。いや、俺はいい。了解。それじゃあ全部3人前で。腹壊してもしんねえぞ。店員さん、追加オーダーっす。メニュー片手にブンブンと手を振って店員を呼ぶ曲がりの声を聞きながら、ヤグマはそっと外に広がる青空を見上げる。遠い目。ダイエットとは何だったのか。そんな哲学的苦悩と財布の中身という現実的問題の狭間で、いつまでもヤグマは青空を見上げ続けるのだった。おしまい。絶対この2つ関係ないよな。島根を盛り上げる的な意味で用意されたんだろうけど。諏訪の町日本遺産センターと木製の看板がある建物へと入る。建物の中には浮世絵風の絵がずらり並べて展示されていた。ちょっと待っててください、高野さんに挨拶してきますんで。お知り合い？高野さん、ほら、八坂神社で落ち合うことになってるガイド役の郷土史研究家さん。こちらの職員の高野さんに電話で相談して紹介してもらったんすよ。ああ。曲がりは一人奥へと進み、職員らしき人物を探し当てると声をかける。どうやらその人物が高野さんなのだろう。二人はしばし互いに頭を下げ名刺を交換していた。やがて一通りの挨拶が済んだのか、曲がりは彼を伴って矢雲たちの方へと戻ってくる。監督、こちらセンター職員の高野さんっす。男か。どうも、センターの管理部長をしております高野です。もうセンターの管理部長っぽい声だな。この度は諏訪のドラマで取り上げていただけるとか、よろしくお願いしますね。あ、いえ、こちらこそいろいろお世話になります。今日はあまりお時間がないとのことですが、このセンターでは百景図を詳しく解説展示しております。ぜひお時間を作って改めてご来訪ください。あの、百景図っていうのは？ あれだよ、珍百景みたいな。1845年、つまり今から150年ほど前の江戸時代末期に、当時の藩主にお仕えしていた栗本里春なる人物の手によって描かれた諏訪野の風景画です。この諏訪野各地を100点に及ぶスケッチで残していて、当時の風俗や景色を知るとても貴重な資料なんですよ。当時の風俗？ああ、それじゃあ今の街並みと百景図を比べながら諏訪野を歩いたら楽しそうですね。そういう楽しみ方をされている観光客の方もたくさんおられます。確かに楽しそうだ。そのあたりもうまく劇中で取り上げたいところですね。ええ、ぜひともお願いします。ヤグモは高野に撮影時の協力を取り付けて連絡先を交換すると、建物を後にするのだった。お、終わりか。駅前にいた人々の姿はいつの間にか随分減っている。わずかに残っていた人々も駅の南側へと歩いていくようだ。向こうに何かあるんすかね。近い。みんなそっちに歩いてってますけど、時間からすると転車台を見に行くんだろうな。 SL 山口号を牽引してきた機関車を方向転換させるんだ。転車台。一行が見るともなく移動していく観光客の姿を目で追っていると、不意に背後から聞き覚えのある声がかけられる。おや、君たちも来ていたのかね。イブセ監督や。あ、振り返ればそこにはちょうど止めた車から降りてきたイブセとモナミの姿があった。奇遇ですね、こんなところでお会いするなんて。その様子からするとシナハンというところかな。あ、ねえ、そうです。というかイブセ監督も諏訪野を舞台に。
さてどうしようか考えているところだが、マックス君、マックス一つ聞きたいが、君は坂崎出羽の神を知っているかね。なんて、坂崎、いえ知りません。大阪夏の陣で千姫を救出したことで名を知られているが、彼は後に津和野城の城主となっている。この地では獣王に走る水路と鯉が有名だが、それはいずれも彼が奨励したものなのだ。400年以上前となるその知性の延長線上に、なるほど、今もこの地の風土は成立しているのだよ。そんなことも下調べをせず品藩にやってくる。あん、お客さん、それでこの地を舞台に良い作品が撮れるかな。え、ベテラン監督から繰り出される鋭い正論に思わず声を詰まらせる役も、もしイブセと舞台がバッティングするなら、こちらがツワノを舞台にするのは諦めなければならないだろう。そう考え困惑の表情をするヤグモを見つめていたモナミが、やがてクスクスと笑い出す。もうイブセ監督ったら、若い監督さんに意地悪しちゃダメですよ。彼のように元気のいい若者を見ると少しからかってみたくなるものだろう。本当にもうごめんなさいね、ヤグモくん。私たちは今島根という舞台の空気感をつかみたくて名所を一通り回っているだけなの。うちの監督もまずは若手のあなたからロケーション選んでもらって、それからそれ以外の場所を選ぶつもりだから安心してね。言うてもここ選べませんよ。なあ、そうだったんですか。いえ、はい、お気遣い感謝します。磯神さんから聞いたんですが、女優さん選びでも自分を優先するように配慮していただいたそうで、ありがとうございます。妙に気に入れられてるな。気にしなくていい。彼女、天方君はいい女優になれる逸材だ。一緒にいい作品を作ってくれたまえ。はい、頑張ります。深々と頭を下げる一葉に軽く手を振ると、イブセは建物の外へと歩き出す。続いてモナミも微笑んでヤグモたちに一礼すると、タタッと足を早め、その後を追っていくのだった。たた、はた。さて昼食も済ませたし時間もちょうどいいな。そろそろ待ち合わせの八坂神社へと向かうか。いっぱいいる。あ、右の子かわいい。2時25分、約束の時間の5分前に八雲たち一行は八坂神社境内へと到着する。もうすぐここで星愛祭の舞が奉納されるためだろう。八坂神社の境内はすでに観光客が集まってきていた。ガイド役の人はどこだ。ぜひ右の境内のどっかにはいるはずなんすけど、ちょっと待ってください。電話番号は聞いてあるんで今かけてみるっす。真ん中の二人はないでしょ。マガリがスマホを手に通話を始める。おばちゃんだったらどうしよう。一言二言話すだけで先方の場所が分かったのだろう。マガリが通話を続けながら手水車の方へと手を振ると、その向こうからこれもスマホを耳に当てたままの壮年男性が近づいてきた。おっさんかい。ヤグモ映像のご一行ですな。イメージが違う。自分がヤグモマックスです。あなたがガイドをお願いした。島根中央大学で非常勤講師をしている倉持健三郎だ。津和野の郷土史研究家でもある。厳しそうなの来たな。話は日本遺産センターの高野君から聞いているのでね、安心して任せてもらいたい。え、映像管理センターのおっちゃんじゃない。声的に。はい、急なお願いを聞いていただいて助かります。それで今日はどのような案内がご希望かな。そうですね、今日のところは星愛祭の撮影に集中しようと思います。確か場所を変えて夕方まで続くとか。ルートの終着点である遠山へは夕方5時過ぎだな。確かにそれからではどこを見て回るにも遅い時間だ。
では今日のところは星合祭の前に付き添いつつ解説をすることにして、そうだな、その後私の自宅でツワノの歴史資料などお見せするというのはどうかな。何かいやらしいことでもするんでしょう、エロ同人みたいに。それはありがたい。ではそれでお願いします。二人が話している間に背後の観光客たちのざわめきが大きくなる。どうやら星合祭一行の到着が近いようだ。ヤグモは急いで奏にカメラ位置の指示を出し、撮影の準備に入る。やがて祭り装束の一行が境内へと到着し、奉納の舞が始まった。こんな昼間から快晴の空に澄んだ巣の音とともに歌方の歌がゆったりと吸い込まれていく。全身青装束の棒振りと笹の葉の飾り杖を持つ舞方のコントラストは神社の境内で想像以上に映えていた。映えていた。どうかな、素晴らしいでしょう。これは見応えありますね。それに色彩も艶やかで映像映えしそうだ。なんか格ゲーでありそうな衣装だな。うん、七夕の祭りというものは全国で行われているが、この地のものは平安時代に宮中で行われていた亀甲祭へを色濃く受け継いでいるものなのだ。亀甲祭へ、民族学的にも非常に価値が高いものと言っていいだろう。本当、衣装もとっても素敵です。以前見たブロードウェイミュージカルにも負けてないです。なんと言いましたかな、ブロードウェイミュージカルだ。ブロードウェイまあ確かに負けてないくらい綺麗な衣装だな。俺だから最近の若い娘は伝統神事とブロードウェイミュージカルを結びつける一葉のセンスに思わずヤグモも口元をほころばせる。やがて次の奉納場所へと移動を開始した奉納舞一行について、ヤグモたちも移動を開始するんだった。え、吉永米店に？16時40分。あ、すごい美人が。唐久園小学校前だの6カ所で奉納舞を繰り返し、やがて一行は恋のお米屋さんとして親しまれている吉永米店前へと到着する。奉納舞が始まり、厳粛な空気が漂う中、ヤグモは先ほどから幾度も鼻をこすり上げていた。やばい、せっかく収まってたのにまたくしゃみしたくなってきた。観光客たちは静まり返って奉納舞を見つめている。こんな空気の中くしゃみをするのはさすがのヤグモにもはばかられたが合ってるかわからんけど、ダメだ、鼻のムズムズが止まんねえ。ショーン大魔王あのマスクしてるやつか。幸いというべきか、ヤグモが精一杯抑えて出したくしゃみの音は見物客の輪の向こう側から鳴り響いた激しい咳でかき消された。あの怪しいやつか。え、これがひょっとして最初の感染者？どうやらあちらに見えるマスクをした青年の咳は止まらないらしい。厳粛な神事に浸るのを邪魔されたと感じているんだろう。観光客も時折不快の視線をちらちら青年に送っている。おえー、村八部、よかった、悪いが彼のおかげで俺のくしゃみはごまかせたみたいだな。ん？見ればいつの間にか隣にいたはずの倉持が青年の横に移動し、何か話しかけている。小声なのだろう。全く会話の内容は聞こえてこないが、二人の仕草と表情から倉持が咳をうるさいと注意しているんだろうと見て取れた。やがて青年は肩を落としてすごすごとその場を立ち去っていく。これは差別、危なかったな。彼がいなかったら俺がお説教を食らってたかも。
彼へのかすかな同情と感謝を胸に、ヤグモは小さく安堵のため息を漏らすのだった。あの手前の美人って完全にモブだったんだ。17時30分、図屋前で最後の奉納舞が終わり、これで最後の星合祭が終了する。同時に撮影も終了し、ヤグモたちはようやく一息ついた。なんとか一通り終わったな。カナデ、いいインサートカット撮れたか？すよし、それじゃあ今日の撮影はここまでだな。撮影も終わりというなら、約束通り私の家へ案内しよう。何、ここからなら歩いて15分ほどだ。結構かかりますね。ねえ、宿のチェックインもあるので1時間ほどでおいとましますが、お願いします。ひとはちゃん、疲れてる？え、ちょっと顔色良くないような気がするけど。ほら、腹壊した。あ、いえ、そうですか。もし疲れてるようなら先に宿に行っていて構わないよ。無理して全部に付き合う必要はないんだし。いえ、全然大丈夫です。すみません、ご心配かけて。そっか、ならいいんだが。まさか。倉持邸。言葉通り15分ほどの歩きで倉持邸へと到着する。でかっ。どうやら彼は資産家なのだろう。津和野小学校の近く、津和野川沿いの広い敷地に立つその邸宅は和洋折衷の見事な豪邸であった。すげえ。これ泊まればいいんじゃないかな。ひどく高い白土の土塀に囲まれた門を潜って前庭に入ると、その右手に広がる大きな池に立派な錦鯉が悠然と泳いでいる。こちらも錦鯉を飼っておられるんですね。うん、ああ、そうだな。かつてこの地では鯉を飼うのが流行ったからな。私の父も飼い始めたんだ。なるほど、立派なものですよ。大きさなら吉永米店のものにも負けてなさそうだ。やりますね。そうかね。私はどうも興味がないのでほったらかしだが、よく育っているというのなら家内の世話が良いのだろうな。ああ、奥様が世話をなさっているんですね。ご立派。すごいな、この池の錦鯉だけでいくらするのやら。郷土史研究家なんてのは儲かる商売じゃないと聞くが、この屋敷といい鯉といい、随分な資産家だからやっていけるわけか。池を悠然と泳ぐ錦鯉を横目に、そんなことを思いながら八雲は邸内へと入っていった。まあくつろいでくれたまえ。今お茶でも用意させるから。和洋折衷やな。いや、完全に洋だなこれは。ああ、いえ、お構いなく。それほど長居をするわけでもないですし。そう遠慮しなくてもいい。客人に何も出さないわけにもいくまいしな。おいおい。怖い。大声で丁寧に呼びかける倉持と、ややあってパタパタと少し慌ただしいスリッパの音が近づいてきたかと思うと、部屋の戸が開き、若い女性が顔を出した。はいはい、お呼びでしょうか先生。何、アシスタント？うん、なんだ、芝くんか。家内はどうした？さあ、まだお休みになっているのでは。仕方ないやつだな。まだ寝込んでおるのか。亭主関白？ブツブツとこぼしながら不機嫌そうに立ち上がる倉持。すまないが、少し待っていてくれたまえ。今、家内にも挨拶させるから。いいっすよ、そんな。あ、いや。お休みになっているのなら無理にそんな。いやいや、客人が来ているというのにそういうわけにもいかんよ。どれ、私が起こしてこよう。芝くんも一緒に来てくれたまえ。死んでるんじゃないでしょうね。はい。
芝と呼ばれた女性と連れ立って部屋を出ていく倉持。その足音が遠ざかっていき、やがて聞こえなくなったのを確認すると、曲がりがそっと小声で告げる。なんか昭和のおっさんって感じっすね。わかる。今時亭主関白丸出しっつうか。まあな。まあここで言うのはよそう。それ以上は何も言わず、小さく肩をすくめてみせる八雲。主人の消えた応接までしばし一同の間を居心地の悪い沈黙が包み込む。とその時である。やっぱりな。え？ファッ。倉持邸に時ならぬ悲鳴が響き渡り、八雲たちは一斉にソファーから腰を浮かす。この悲鳴こそ八雲たちの遭遇する最初の事件の始まりを告げる合図であった。おしまい。